授業を始めたいと思います、うん、この授業はですね、ある特定の分野に、人生を捧げるスペシャリストな先輩がやってきて、教科書には絶対載っていないことを教えてくれますので、うん、皆さんね、勉強してくださいね。はい、さあ、それでは早速本日の先輩に登場していただきます。初登場になりますこの方です。お願いします。先輩お願いします。はい、どうも、はじめまして、折田邦夫と申します。元航空自衛官、よろしくお願いします。航空自衛官の折田先生です。さあ、ちなみにだけど、みんなは折田パイセンのことは、折田さんは、この航空自衛官を知ってる方だったら、もう知らない人はいないですよね。顔見たらそんぐらいの人ですよね。ダンディーですごいね。ねえ、やっぱかっこいいよね、はい、さあ、それでは早速先輩のプロフィールを紹介します。こちらです。さあ、折田邦夫さん68歳、元航空自衛官のね、自衛隊の空将。1974年防衛大学校卒業後、航空自衛隊に入隊、戦闘機パイロットとなり飛行隊長などを務める。すごいね。2006年ですね、航空自衛集団司令官になってね、もうすごいんですよ。もうプロフィールが、ね、めちゃくちゃすごいし、もうプロフィールかっこよすぎませんか。そうなのよ、ね、男前っすね。それ2009年に、航空自衛隊を退職して、現在ですね、東洋学園大学客員教授、国家戦略研究所所長を務める、輝かしい経歴ということが見て取れますが、ちなみに航空自衛隊ってなんか聞いたことは、なんか自衛隊は知ってるんですけど、航空自衛隊って何するんだろうって思います。陸海空ってあるよね、うん、そうだと思います。本当に24時間365日ね、空の守りで頑張ってるんですけど、ほとんど我々空で活躍するから分かんないんですよ。一生懸命頑張ってるんですよ。さあ、まずは一つ VTR を用意してますので、そちらを見ていただきましょうか。うわ、かっこいいな。やっぱイルマに、イルマ基地、ブルーインパルスという舞台があります。医療関係者を、激励するためですね。そうそうそう、東京の上空を、なんか五輪みんな写真上げてたやん、ご飯。すごい。飛んでるよ。すごい。あ、すごい線が。うわ。コロナでね。はい。もう大変な忙しさで。そうですね。お医者さんとか。お医者さん、看護婦さんね。で、激励するためにね、病院の上を。これちなみにどのぐらいの速さで飛んでるんですか。これは400ノットぐらい。まあ600キロメートルパーアワーぐらいかな。想像できないでしょ。早いね。すごい。かっこいいな。だからあの距離感を保つってのが難しいですけど。すごい均等だ。同じスピードでね、飛んでるのすごいよね。歩くのも難しいのに同じ均等で。あ、どうですか。めちゃくちゃかっこいい。かっこいいよね。めっちゃかっこいいですね。ブルーインパルスは聞いたことは。聞いたことある。あります、あります。ある、はい、テレビで結構、ね、ブルーインパルスはね、テレビではもう、うん、すごい。だから本当今年知ったって子も結構いるんじゃないですか。そうですね、ブルーインパルスというものを皆さん見えるところでね、ああこういうふうに頑張ってんだというふうに、理解してもらうということです。なるほど。さあ、ということで改めてブルーインパルスを見てみますよ。こちらです、どうぞ。これ T4 というですね、T4 練習機なんですね。はい、これは川崎重工が作ったメイドインジャパンです。はい、日本製の、日本の丸付いて、僕も何回もというかな、何百時間乗りましたですけど、非常にいい飛行機ですね。はい、でブルーインパルスは特別にですね、ちょっと改修してるところがあって、はい、スモーク出さなきゃいけないでしょ。はい、スモークはこの中にスピンドル油というのがあって、はい、それをこの排気口、これ高い温度が高いんですね。はい、でそこに噴射して白いスモークを出すと。なるほど。戦闘機の中では
サイズ的には大きいんですか？いや小さい方です。小さい方、はい、ロッキーあったじゃないですか、うんうん、あの距離感でずっと頼もっているのってやっぱすごい難しいですよ。いやあのね、近づけば近づくほど優しいんですよ本当は、ね、そうなんだ、へえ、そのフォーメーションがね自分でできるようになるまで大変ですけどね、一旦ね自転車みたいなもんだね、できるようになったらそんなに難しくない。乗るまでに難しい、練習すればルネチョでも練習できるかもしれない。ルネチョ乗れるってことですか？うん、訓練すればね。すごい、訓練したい。いやそんなね、航空自衛隊の中でもですね、織田さん戦闘機のパイロットを担当されていたということですか、うん、戦闘機どういうのに乗ってますか？はい、F4 と F15 という戦闘機に乗ってました。 F4、 はい、F4 映像見てもらいましょう。 VTR どうぞ男の憧れです。あ、これが僕が乗ってた、これが F4、 はい、あの前席私じゃないですか。マッハ 2.2 ですね。あのこの曲がり方すごいよね、うん、もう真っ逆さも急上昇も、これが F15 です。 F15、はい、こちらちょっと大きいですね。でかいな、はい、これがあの最新鋭の今ですね。めっちゃくちゃかっこいい。かっこいいよね。かっこいいですね。これが F4 ですね、うん、これ見えますか？ F4 いやかっこいいですね、はい、これは1970年代に主力戦闘機だったんですね、うん、マッハ2。日本といえばこの戦闘機、うん、はい、マッハ 2.2、はい、マッハ 2.2 ってわかりますか？マッハって何ですか？2倍で飛びます。音速で飛びます。音速の2倍と言われてもちょっと、あ、音速はだいたい340mパーセック、あの1秒間にね、音より速いってことですもんね、うん、音より速い、1秒間に340m 進むと。ちなみに先輩って、うん、あのミサイルとか撃ったことあるんですか？あるあるある、撃ったら、うん、結構衝撃きますよね。これにあるでしょ、僕 F4 で撃ちました。このね、これがあのレーダーミサイル4発とヒートミサイル、はい、ヒートミサイルというのは相手の排気ガスあったかいでしょ、はい、それにこう追随するミサイルですね。このレーダーミサイルもヒートミサイルも撃ったことあります。レーダーミサイルはね、これ結構大きいでしょ、うん、まあね、感じとしてね、撃った瞬間電信柱がブワーッと飛んで、ブワーッ、電信柱ぐらいの、すごい、すごい、それが、まあ、あのもちろんあの敵機に対してじゃなくて、はい、訓練だから、はい、あの栄光標的はね、6マイルのワイヤーで引っ張ってんですね、はい、6マイルというと 1.86、 10キロぐらいのワイヤーで引っ張って、はいはいはい、それを撃つんですよ。ビャーって、それはボタンポチッと押せばビャーって出る。そうそうそう、ロックオンしてね、レーダーでロックオンして撃てる条件になったらこう撃つでしょ。そしたらドーッ、ものすごい迫力。逆に撃たれたことないんですか？ない。幸せなことにない。なんか一個気になったことがあるんですけど、うん、トイレって行きたくなったらどうするんですか？うん、あのね、大体ミッションは1時間から2時間ぐらいだから我慢する。我慢。いうのが基本ね。この中大体はい。燃料タンクですからね、はい、だいたい、ドラム缶で70本ぐらいの70本、それを空中戦闘をやると、まあ、1時間ぐらいで消費しちゃう、最低限だけ詰め込んだ、もう本当に戦闘型のってことですよ、ただ、航空自衛隊今年に1回ねアラスカに行って日米共同訓練やるんですね、はい、アラスカに空中給油やりながらね6時間7時間かかるんですよ、はい、そうするとね、その時どうするかというと、おしっこ袋、あ、袋に入れる、おしっこ袋を持っていくか、 あとはおむつみたいな、あ、うん、なるほどなるほど、なんか、うん、ミサイルとして出しちゃうみたいな、いやおむつみたいな、宇宙みたいにこうやって恐ろしいし、あの宇宙飛行士もおむつみたいな、おむつ履いてるんですよ。ちなみにこの戦闘機って息いくらぐらいするんですか？さあいくらでしょう、はい、当ててください。めっちゃ高いですよ、だって、だって戦車とかも高いって言いますもんね。正解はこちらです。100億、まあ買える人はほとんどいないですよ。100億円、100億円が高いか安いかというとね、これでね、日本
日本の国民守れてるんだから、あ僕はそんな高くないと思う。まあそっか、だって ね、あの日本の空を守って、うん、日本を侵略してやろうなんていう心得者がいたとしたら、うん、F15 持ってるよねやめようというふうになる、それが抑止力。やっぱ100億円って聞いてみん な, なんかもっと自衛隊のこと知りたくなってきたでしょ。はい、ね、お金の話が好きな、うん、お金の話ね、うん、さあということでですね、本日先輩から教わる授業はこちらです。はい、日本のために命がけ、自衛隊の疑問全部答えます。質問できるってことですよ。何でも何でもしてください。知っていそうでこう意外とね知らない自衛隊に関する素朴な疑問に全て答えてもらいます。まず最初の疑問はこちらです。そもそも自衛隊って何ですかっていう、ルネちゃん答えられますか。あ、たまに街で自衛隊の車とか見たりするんですけど、うん、そういうのなんかよく分かんないんですよ、うん、でも札幌雪まつりで大きな作品を作ってるのは知ってます。作品作ってる、そうそうそう、今年はなんか中心みたいですけどね。あのね、自衛隊ってね一言で言うとね、鬼滅の刃。おお、大ファン、見てね、大ファンです。見てね、うん、あの鬼を倒す、僕もこの間ね、あの見てきました。おお、煉獄さんも死ぬ時にね、もう強くならなきゃ人は守れないって言ってるでしょ、うん、強くならなきゃ人を守れない、国を守れない、鬼滅隊みたいなことっすね。鬼滅隊だから自衛隊っていうのはね、いい装備を持ってものすごい訓練をして、で、相手が攻めてこないようです。つまり自衛隊ってね、戦争をしないためのね、武力組織なんですよ。そうか、あ、なんか戦争に行くっていうそのイメージがありますよね。戦争にならないように、戦争にならないように、まあ自衛隊ってね、先に相手に仕掛けることはないんです。つまり悪いやつがいて日本は攻めてくるとしたら、その攻めてきた時に立ち上がって、あの炭治郎のようにね、はい、やるわけです。すっごい分かりやすいですよ。ということはあの国はあんだけもあの戦力があってめちゃめちゃ強いから、あそこには攻撃しないと思わせるための隊、うん、だからそのための武力組織が自衛隊なんですよ。そうです。普通の軍隊と違うのは、はいはい、普通の軍隊というと、例えば湾岸戦争でね、はい、フセインがクウェート侵略した、とんでもないやつだ、みんなでとっちめに行こうと、はいはい、とっちめに行こうというのが軍隊なんですね。これ自衛隊はそれできない、攻められなきゃ立ち上がれないから、だから仲間がやられたとかじゃないか、うん、だから、うん、日本の国民が殺されそうだとか、うん、やられそうだといった時にこうようやく立ち上がれる、ね、すごい。かっこいいでしょ、めちゃくちゃかっこよくない、うん、悪いやつがいたら、フセインみたいなやつがいたら、みんなで寄ってったかって、ちょっと協力してこいつやっつけようぜというような軍隊、うん、自衛隊と軍隊が一緒になって、うん、それは自衛隊はできないの。それあできないんだ、うん、できないんですね。それはもう最小限ね、うん、やられた時だけ立ち上がるぞと、うん、ちなみに今の日本にはこう何人ぐらいの自衛隊員が活躍しているのか、こちらをご覧ください。おお、めちゃくちゃすごい人数多い、多いと思いますか、少ないと思います。22万。でもこれはね、日本でとかですね、諸外国と比べたら一番少ないぐらい。少ないか、大体日本は少ない方なんですね、うん、ものすごい少ない。中国なんて200万人、まあ、アメリカでも陸海空合わせたら150万人とかね。そんないるんですね。だからあのすごい少ない人数で頑張って守ってるんです。なるほど、うん、その3つの組織をですね、説明してもらうためにこちらも VTR をご用意させていただいてます。織田さん、見ながら説明の方。はい、これは陸上自衛隊ですね、はい、陸で戦う、ね、もう最後の砦ですね。彼らが本当に活躍するようになったら、もう被害が相当出てるということです。ってことですよね、うん、来られなきゃやんないから、うん、こういうふうにならないようにその前に空と海で頑張る。毎日訓練してる、うん、そうですね、はい、かっこいいな、やっぱ。あ、すごい。こうやってね、いざちょっと起きて敵が、日本本土に入ってきたらそれと戦わなきゃいけないね。
皆さん公開してね見てもらって。あ、見れるんだ。そうなんですね。百発百中ですよ。本当。うん。陸上自衛隊もね非常に練度が高いですから。やっぱ国の中でも世界の中でもトップレベルで戦闘力高いですから、ね。はい。まあ、海上自衛隊もね、今日本のエネルギーの9割が中東からタンカーで運んでだからそれ意地悪されて止まっちゃうと干上がっちゃうんですね。こういう電気がなくなっちゃう。だからそういうふうにならないようにアメリカと協力して海上自衛隊が頑張ってる。飛んでるよ。かっこよすぎませんか。C レーンの防衛、ね、海賊なんてやっぱ本当にいるんですか。これは海賊の海賊、つまり中東でですね C レーンを脅かされると困りますよね。だから海賊がいてこの軍隊がいないと乗っ取っちゃうんですよ。へ、うん、だからみんなで協力して海賊を防止しましょうという。すごい、めちゃくちゃかっこいい。かっこいいよね。めっちゃかっこいいですね。すごいね。でこれが航空自衛隊ですね。うわ、めっちゃかっこいい。走ってるヘリコプター、これはね、すごい。まあこうやって頑張ってるんですけど、なかなか陸上自衛隊はね、さっき言ったようにまあ目に触れることがあるんですけど、航空自衛隊はねなかなかないから、みんなに24時間365日大変だ。大変です。すごいですよね、うん、これが F15 ですね。大きいでしょ、うん、これは輸送機ですね。いや、めっちゃ音楽と合ってるし、かっこいい。曲もいいですね、うん、これが中東にね、イラク派遣でね持ってきました。イラクの人が自らの国を再建するのをみんなで手伝おうよということで、日本は輸送機を派遣して、うん、空輸のね、うわー、ね、これ救難隊ですね。もう大変ですよ、これもうどんな時でもね最後にお願いしますと来るのが自衛隊なんですね。警察さんお願いします、あもうダメですねと。消防さん行ってください、これもダメですね、じゃあ自衛隊さんお願いします、最後に一番条件の、ってことはもう一番危険ってことですね、うん、さあ自衛隊の映像を見ていただきましたが、うん、どうでした、小明君。すごい、めっちゃかっこよかったです。かっこいいよね、うん、毎日訓練しててね、大変そうです。鬼滅の刃ですからかっこいいんです。かっこいいね。わかりやすいな。なんか本当に365日24時間って本当にめちゃくちゃ大変だと思うんで、めっちゃ感謝だなってすごい思いました、うん、まあ、もちろん戦闘機とかにも憧れますけど、人にも憧れます。こういう人になりたい、かっこいいよね。そうですね、なんか陸海空でそのいろんな訓練とかあるじゃないですか、うん、そのあると思うんですけど、その中で一番きつい訓練って何ですか、まあ、気になりました。僕がね、まあ、ね、パイロット訓練っていうのはまあ毎日ねきついんだけれど、その中ではね、パイロットはいざとなったら飛行機がもうどうしてもアウトだったらパラシュートで飛び出して、ね、命を助からなきゃいけないんですね、うん、あるいは敵から撃ち落とされたらパラシュートで降りて助からなきゃいけない。そうすると助けに来てくれるんだけれども、例えば冬僕が千歳にいました、でパラシュートで海に落ちたらマイナス20度の世界でもそこでねヘリコプター来るまで頑張らなきゃ、生き延びなきゃ、その訓練をやる。支笏湖から千歳川って流れてるんですね、うん、あれマイナス20度でも凍らない北限のそこでね、入って30分待つと。30分。マイナス20度。だってもう俺温泉の水風呂ですら嫌だよ、入れないからこの辺からこうつららができる、うわあれはきつかったですね。いや、すごい。きつかったです。20度だよ、まあ、マイナス20度。先輩に一つ質問なんですけど、自衛隊って女性でもなれるんですか。もちろんもちろん、今はね優秀な女性が入ってきてます。陸海空どれでも女性なれるんですか。大体7% は女性かな。結構、まあ、いるのか、で女性のパイロット、戦闘機パイロットがね初めて出ました。あ、
誕生しました。かっこいい F15 のパイロット結構美人でね。なぜか自衛隊の女性って美人が多い。その写真集がありますから。写真集ぜひ見ていて。普通に見たいな。すごい。かっこいいでしょこれ。あの現役の人たちですよ。そうなんですか。女優さんみたい。しかもなんかすごい覚悟がある顔してる。確かに。すごいなんか綺麗な方っすね。あのね、一生懸命になるとね、目が綺麗になるね。だから何でもあの一生懸命になった方がいいですよ。はい。目が綺麗になる。二人の目はどうですかね。あ、いいんじゃない。適当じゃないですか。目が綺麗なの。ちょっとあの美人も多いですけど、イケメンとかも。そうそう、イケメンでなきゃいけないというね、舞台があるんですよ。え、どういうこと。イケメンしか入れない舞台、ね、出してもらえますか。これ特別儀仗隊ってね、あの外国人の要人が来たら、大統領が来たりすると、大体その国際慣例でね、その国の軍隊がその儀仗隊としてね迎えることになってますね。だからあの迎賓館でやったりね、その人たちは特別にね、イケメンで、しかも170、あ、身長も、身長も決まってて、体重も決まってる。ではなく、え、織田さんはどう。僕ダメだな。でそのガン付き、目つきとか、はい、これを外国人の要人が見て、あ、これはすごいと。日本ってやっぱり侮れないよなとなると、それが抑止力になるんです。日本にちょっかいかけたら大変だぜ。と思わせる。やっぱ目が大事なんだね。大事です、ね。うん、さあ、まずはですね、自衛隊についての基礎知識を教えてもらいましたけども、ここから生徒会メンバーから素朴な疑問を、自衛隊の情報や裏話を伺いたいと思いますので、なんか疑問とかね、何でもどうぞあったらある？はい。はい、どうぞ。日本の自衛隊ってどれくらい強いんですか？さっき言ったけどね。結構強いよ。強いって確かに。強いというのはね。非常にこう難しいけれども、ある基準でね、あのランキングを設定しているのがあるんですよ。はい、はい、さあ、それでは気になるその解説は CM の後。あどれくらい強いのって面白いな私。では先輩、コアキュンのバカみたいな疑問、日本の自衛隊の強さについて教えてもらっていいですか。どれくらい強いのっていうね。強さをね、なんていうか測定する、会社がありましてね、グローバルファイヤーパワーという会社がね、とか、それはランキングね、その世界ランクみたいな、世界ランキングやってる。 あるんですか。それを見せてもらえますか。やっぱアメリカ結構強いでしょ。めっちゃ強い。もう自衛隊の規模なんかものすごい小さいんですよ。自衛隊のアメリカのね、10分の1以下ですね。でもね、5位に入ってる。これは相当なもんですよ。確かに、そうですよね。軍事力指数っていうのがあるんですね。だからこれがあのグローバルファイアパワーという会社が、その例えば人口とかね、兵器の量とか兵器の質とか、隊員たちの質とか、それを掛け合わせてこういう指数を出すんですね。それからすると指数は日本高いってことですよね。こんな小さなね、自衛隊なのにね。だからちなみに北朝鮮は25位かな。ね、北朝鮮すごいでしょ、あのパレードなんか見てたら。すごいすごい。もっと上のイメージが、確かに。まあ核持ってるから、それはね、多分核入れてないんでしょうね。じゃあロシアと中国が戦ったら、ほぼ互角ってことですか。ロシアの方が上だね。なんでかっていうと、中国はね、ロシアの兵器を輸入してる。ああ、そっか。でもロシアと中国って今は仲がいいけどね。これは中国はロシアに文句言えないんですよ。戦闘機もロシア製。はあ、コアキも分かった？分かりました。すごい分かりやすかった。分かりやすいね、これランキングとかあるよね。これは我々ね、あの誇りに思っていいと思うんですね。あんなに小さなね、あの自衛隊ですけどね。じゃあ次、黒田君なんかある？疑問みたいな。はいはい、あります。はい、自衛隊ってそのどうやって入るんですかね。もうちゃんと。大きく分けて2つ。その自衛隊員になるにはね、18歳から33歳。までの人が、応募して、そしたら試験受けて合格すると、自衛隊候補生になる。
で訓練を受けてこの人自衛隊員としてやれるなと思ったらその時点で卒業して自衛隊になる。 あと幹部になるにはその防大出るか一般大から幹部の試験を受ける。あとあの航空学生という制度がありましてね、はいはい、あのパイロット最初からパイロットになるんだということで高校からあの試験受けて入って2年間のまあ短大程度の教育受けてもうすぐフライトに入るんですよ。えそれってちゃんと筆記とか、もちろんもちろん勉強の知識も必要なんですね、はい、かなりあの勉強しなきゃいけませんですけどね。あとはまあ部内で入った人は自衛隊員が自ら私も幹部になりたいというと試験があるんですよ。え折田先輩はその防衛大学からその入ったって言ってたじゃないですか、うん そ, ですね、それって結構きび、はい、難しいんですかね。厳しいあのね防大はねもう二度と行きたくない、ね、あそれぐらい厳しいと思うんですか。卒業するのは大変だ。そうなんだ。入るのはそんなに難しくないと思います。えみんな途中で辞めちゃうみたいな。そうなんですよ大変だからね。訓練がどうですか。訓練というかもう全寮制で、分刻みのスケジュール6時に気象ラッパが鳴ったらもう上半身裸で出て行ってその時に自分たちのベッドを毛布を片付けてきれいにねバームクーヘンのようにこう並べるそれをやって5分以内に、外で出て行って上半身裸ですよ上半身で寒風摩擦真冬でもですよ真冬でもそれもずっとやらなきゃいけない。であと今の時代もそうの今そうです昔とかじゃなくて今もその感じなんですか。だから僕の時8000人から9000人防大受けたのかな。で受かるのが600人ぐらい、うん、それで卒業できたのは400人ぐらいですからね。でも耐えたんだこれを耐えなきゃね耐えなきゃまあ育ててもらったっていうのありますよ強くなった掃除中とかっておしゃべりしながら掃除できたりするんですか。ああ掃除もねもう床掃除ももう何分って限られてるんだけども、うん、話してる話す時間がない真面目な人とかいないですか真面目な人はねやめちゃいますやっぱ そうすると腕立て伏せやられたりねさせられたり、ね、そっか先輩もあります、うん、それはもちろんだから防大の卒業式は総理大臣が来てあのテレビでよくやってるのはあの最後に帽子を投げるのね、うんうん、帽子を投げてやったねってもうあの時は本当に嬉しかったもう二度とこんなとこ来るかって地獄から抜け出したわけだね。ちょっとその学校って女の子もいるんですか。ああ今いるよ。えじゃあ僕の時はいなかった。恋愛とか確かにね、うん、気になるね。うん、その今は50人ぐらい一学年いるのかな、うん。すごい能力高いですよ。うん、うで恋愛はまあ。コメントは差し控えいやあるじゃんいやいやちょっとありそう、ね、それはありますよ。外出してほらあの卒業の時にねダンスパーティーってあるんですよ、ダンスパーティー、そのためにねパートナーを探すみたいな、ロマンチックでいいな今の時代もあるんですかダンスパーティー。今あるある、めちゃくちゃいいねそれ、うん、愛と青春の旅立ちみたいなもんですよ。恋愛もね、まあ、外出できるから、うん、土日うん、あ土日は休みなんですか。うん土日は休み、あじゃあ全然、ね、外出はできる恋愛できそうな、うん、僕はモテなかったな。ルネチもなんか質問ある、疑問みたいな。でもあ私は戦闘機のパイロットってやっぱ皆さんエリートの方が集まってるんですか、うん、エリートだね。エリート、うん、エリートねエリート定義も難しいけど、なんかその中でエリすぐられたということであればね、まあ、エリートなのかもしれない。じゃあ花形みたいなポジションのことですか、うんうん、その気になる解説は GM の後あうわでは先輩、ルネチョの疑問、戦闘機パイロットはエリートなのについて教えてもらっていいですか。そうですね、まあ、エリートの定義いろいろあるけれども、そのみんながみんななれないということであれば、そうですね、その疑問の回答はですねこちらに、お100倍超のエリート、まあ、あやっぱすごい、やっぱエリートなんですね。自分のことエリートというのは何か言いにくいいやでもこの倍率を上げて、ね、はい、あのですね、僕の時防大に入ってくる応募者が8500人ぐらいだったかな、うん、それで600人取っ
って、うん、卒業したのが400人、うん、その中で戦闘機パイロットになれたのは18人なんですよ、400人の中から18人、はいはいはい、戦闘機パイロットね、うん、で8000人から9000人の中でこうアンケートを取ったらね、戦闘機パイロットになりたいというのが 20% だから約1600人が、うん、戦闘機パイロットになりたい、うん、で結局1600人の中から16人18人まあ18人、うん、だから100倍とこういう話になる。はあ、うん、すげえ。ちょっと実際にどんな訓練をされたのか、その写真をいただいてますのでこちらです。うん、これは地上訓練ですね。これは低圧訓練、整理訓練というんですけど、戦闘機の場合銃撃されたりするとあんまり圧してると爆発しちゃいますので、うん、圧力下げてるんですよ、うん、となると上空に行くと酸素密度が低いからマスクするんですね、うん、マスクして、無理やり酸素を供給するんですけど、はいはい、時々、その酸素の系統がアウトになったり故障になったりした時に分かんないんですよ、酸素がなくなっても。そうするとそのままね死んじゃったという事故例がいっぱいあるわけ、アメリカでも全世界中に。その時になんか兆候があるよねと、その兆候を知るための訓練なんですね。つまり気圧を下げてどんどん空気抜いていって、このでマスクを取ってね、この999から書いていくの、998997、そんなバカなこと簡単じゃんとか言ってやるでしょ、うん、で酸素が少ないから分かんないんですよ、うん、そしたらね900もうミミズになってそのまま気を失う、それを体験するんですよ。はあ、絶対失神しちゃうって、ああ絶対死にますよそれ。そしたらその時にねよく考えてみたら体が熱くなるとかね、その兆候あるんですよ。頭がボーッとしたりとか、自分によってね、自分自身人によって違うんですよ、僕は体がちょっと頭あったかくなるよねみたいな、その兆候を持っとけば飛行機に乗った時にあこれはまずいよと。で爪見るんですよ、爪がね酸素不足が真っ青に、爪が青くなるんですか。青くなる、へえ、酸素系統の故障かどうかというのはねおかしいと思ったら、それ見たらああもうその時にはもう急降下して降りて地上に早く着陸する。すげえ、それでできなかったら死んでたかもしれない。そうそうそう、死んでた。それでね死んだ例っていっぱいあるんです。だからこういう訓練しなきゃいけない。あとこの遠心力発生装置というのはF15、 先ほどの F15 なんかは 9G ぐらいかかるんです。 9G というとね本当にもう呼吸もできない、うん、でそれで失神してしまうっていうのがあるから、血が下がっちゃって、はいはい、頭からね。今いるのが地球の、引力で 1G の世界ね。これが9倍、だから頭がの重さが9倍になる、体重9倍、すごい、うん、大変だ。そうだから血が下がっちゃう、そういう風になった時に自分はどうなるかという体験をするんですね。これがすごい回るんですよ、これ回って、客観的に見たらすごい、なんかすごい拷問みたいな、だん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  G を上げていって、今 6G 今 7G、 まあ拷問みたいなもんです。ほっぺたは下がっちゃうし、まぶたは重いしみたいな、その訓練をして、あ G がかかったらこういう風になるんだと、そして呼吸はこういう風にするんだよと。まあこの呼吸がねできるというのは幸せなことですよ。そうです、本当 G9G ぐらいかかったらね肺が圧迫されて、普通の人、訓練してない人だったらもう、うん、訓練してないと失神しちゃいますね。ルネチョが乗ったら、訓練すればいいかもかな。あ、違う、だからね呼吸ってね吐かなきゃ入ってこない、はい、酸素入れなきゃいけないでしょ、だから吐く訓練する。そっか、成功して吐かなきゃいけない、吐いたらね入ってくる。あ、確かに。だから空中戦闘をやりながら相手に負けないように、相手にミサイル撃たれないようにこうね G をかけながらやるでしょ。その時にもう後ろを見ながらもう吐きながらね、だから失神しないように、うん、そうするとね大体みんなパイロットは腰痛、僕も今腰痛ですけどね、あやっぱ体に負担がかかって、そうだからもう失神しない。何分ぐらいぐるぐるするんですか。まあ大体失神するまでやってます。訓練ですもんね。ガクッとこうなってね、それでやっぱやめると。失神する時のこの
感じとしてはどんな感じになるんですか？いやもうあのねブラックアウトっていうんだけれども、あのカラーの世の中があの白黒になるんですよまずね、今度はあの視野がビューッと狭くなってくる、ビューッとなってプツッとなって真っ暗で自分が失神してると失神してる、うわ、うん、こういうのをやっとかなければね、この F15 なんかでもあの G がかかりすぎて多分死んだんだろうと、事故が起こったんだろうという、分かんないですから事故がね、墜落してもね、本人が気がついてない、そういうのもいっぱいあるんですよ。だからこれで体験しとけば、あ、これ以上 G かけたらダメだ。え、織田さんもこれ乗って失神したことは何度もあるんですか？失神するまでやらされますから、まあ、全員が失神してるってことですね。あの最後まで失神しない人います。高橋さんみたいなずんぐりむっくりで、あれ、あ、マッチョ、マッチョ、あ、マッチョの人とかも、まあ、これ首が短い人、え、そのなんか F1 レーサーとかそういう、そう、柔道型、柔道の選手型の人はガーッて頑張る、そしたら失神しない人もたまにはいる。すごいですね。はあ、はい、ちなみにパイロットの話のつながりで皆さんにクイズです。はい、はい、こちらです。ん、スクランブルって何でしょう？スクランブルね、もうスクランブル交差点しか思い浮かばないから俺たち。渋谷の交差点、渋谷じゃないですか、うん、スクランブルって何？スタヤのね、スクランブル発進というのはスクランブル発進、7カ所の7カ所の基地で待機してるんですよ、はい、国籍不明機が近づいてくるとね、国際法でね、日本に侵入、されるとそれは追い出さなきゃいけない、これがスクランブルというんですね。へ、じゃあ、VTR ちょっと、VTR を、はい、お願いします。国籍不明機ですね。すごい、これレーダーを見てる人がね、指令を行う、速いな、全速力で走る、走ります。うわ、早い早い。5分以内に。離陸も5分以内。そう、ブザーが鳴ってから。ブザーが鳴ってから車輪が地上を離れるのに5分以上経って処罰される。相手からしたらもう来たのかよ。そうそうそう。なるほど。で、変な飛行機がね、日本に近づいてきたら機体信号であったり無線で警告したり、でそれを あれ20ミリ撃ってるんですね、威嚇射撃ね。威嚇射撃してる間に相手から本物を撃たれて死んじゃうことかっていう、いや、まあそれはないと思うけどね、まあそういうことで。すごいね。どう、あの映像、黒田君。いや、すごいですよね。5分以内だからね。あれが人間ができるんだなって今、うん、そうそうそう、あのね、ブザー鳴った瞬間トイレとか行ってたらどう？本当だ。それはもう5分待機の人はね、トイレも行かない。ああ、うん、行かないんだ。鬼滅の刃と一緒。すぐ行かなきゃいけない。トイレ、トイレ、まあ、そっか、行かないのかな。もうね、人間って鍛えればね、ここまでできるんだっていうふうになるんですよ。僕も3分50秒で上がってたから、記録があるから、ね、もう5分もいらないぐらいの、うん、5分いらない、ダーッと走っていって、そうすると真夜中でもね、真夜中であのラダー登る時にガーンって向こうずね打ったことあるけど、それで目が覚めたりしてね、うたたね、うたたねっていうか、待機してる時うとうとしててもブザーが鳴ったらダーッと走って、そしたらエンジンかけるのに何百という手順があるんだよね、その手順やりながら飛行機チェックしながら、整備員とこのコンタクトしながら、で管制塔からはスクランブルオーダーというか命令を受領しながら、自分の領機、ニキアっていうからね、自分の領機、部下を、はいはい、思いやりながら、よくやってたなと。今だったら絶対ダメだろうね。今何分ぐらいかかります？まあ10分10分経って上がっても手順がミスっててね、あの墜落したりするから、すね打っちゃうかもしれない。そうそうそう。具体的にそのどの国がこの機体がやってくるとか、詳しく説明させていただきましょう。こちらの日本地図をご覧ください。どうぞ。領海というのは12海里22キロぐらいのこうね、
これがこの試験の範囲で、この中に絶対入れちゃダメなわけですよ。あ、そうなんです ね。この中に入れちゃそれは日本を守っていることにならないんですね、うんうんうん、そのため飛行機早いからこの防空識別圏というこの点々でね囲ったのを決めまして、これを外国にも通知して、この中に入ってくるときは連絡してくださいねと、あ、ね、でなきゃスクランブル上げますよと、戦闘機が行きますよと、はいはい、いうことを公示してんですね、まあまあ、公にしてんですね、はいはい、僕が小松あの迎撃の時は小松基地にいました。小松基地というのは石川県で、はい、日本海正面を担当してんですね、はいはい、小松でここですね、ここから上がって確かめに行くんですよ、その飛行機が爆撃機なのか戦闘機なのか、はいはいはい、で上がっていくとね、ソ連の大きな爆撃機でね、尾翼にね赤い星を見た時は、一番最初見た時足が震えましたよ、もうでかすぎるんですか？でかいし、だって向こうの爆撃機ですよ、爆撃機ね、僕は戦闘機だから、うん、やっぱり、まあ、足が震えたな。もうそのうちね、全然鼻歌混じりでねやれるようになってだからそんなに余裕を持ってる、余裕が出てきたっていう、圧倒的に戦闘機の方が強いってことですか？うん、強い強い、うん、で、こっちにもし入ってくるようだったら、無線で警告したり機体信号で警告したり、あと、威嚇射撃したり、まあ、警告射撃、ね、うわ、そのそういう風になって、だからもう本当いつ真夜中に来ても必ず上がる。僕はねこう一番の記録は、ま、夜中に3回上がりました、9時と、12時と夜中の3時かな、降りてきたらねブザが鳴るということでね、うん、まあ、若かったからできましたですけどね。そのスクランブルってどれくらいの頻度で鳴るんですか？あのね、昔はね、昔は冷戦の時はソ連機が対象だったんです。今一番大変なのは沖縄なんです、うん、900回ぐらい上がってますね、中国の飛行機が。尖閣とかこう来るでしょ、はあ、で尖閣なんかはこう200マイル、200マイルで380キロぐらい離れてるからね、ここに来てもう対応の時間いとまがないんですね。だから来るぞって言ったらすぐ上がって、先に尖閣諸島の上空で待ってると。逃げるんですか？入れないぞと。そしたら入ってこない。先輩ってもうたくさん空は飛んでると思うんですけど、うん、その中でちょっと命が危なくなったりすることとかってあったんですか？それはもうねいっぱいある、一番やばかったのはね、2対2の空中戦闘でね、ぶつかりそうになった、うんうん、ぶつかって亡くなったのが事故ってあるんですよ。もうギリギリのところやるからね、はあ、2機でしょ、相手が2機だから、これ見てるとそのもう1機がどこ行ってるか分かんない、気を抜いた時にねぶつかりそうになって、うわー死んだと思ったのがありました。でもそんなのが何回もあるってことですね。何回もやっぱりそういうのを乗り越えていって上手くなっていくんですよ、こういうところが。うわ、まあ、車運転しててね、バッぶつけて、ああこういう時にはやばいよねってだんだん分かってくるじゃないですか、あれと同じで、ね、でも飛行機の場合はね、失敗は成功のもとじゃないんです、失敗は死なんです。そうですよね、うん、だから気をつけないと、ね、うん、ってことは先輩は車の運転とかめちゃくちゃうまいってことですか？車の運転何回もぶつけてるけどね。そういう訓練って女の人も一緒のことをやっぱりやるんですか？そうそうそう、あの米軍なんかはね、女性のパイロット戦闘機パイロットって普通ですよ。三沢で共同訓練やった時なんかね、 F-16 という戦闘機からね、僕が見てたらね、バッとヘルメットでシャ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 って金髪の、うわすげえ映画俳優じゃんみたいな、やっぱ綺麗な綺麗な、その人はもう3人の子供を持って、F-16 のすごい名パイロットです、だからいいよ挑戦したい、もう精神がついていきません私は。子供いても全然やってる人、そうそうそう、でもあんま家に帰れないですか？いや、まあ基本的には、まあ、毎日ね帰ってこれるとか。休みとかどれぐらい、うん、休み普通はだからフライトがあるのは月曜日から金曜日、うん、あ基本土日は、うん、土日休みです。だから金曜日が嬉しくてね、パイロットの買って
学生の時はね、はい、もうめちゃくちゃストレスたまるし、めちゃくちゃ大変で、金曜日になったらやったぜってあと土日休めるよなとか、はあ、今度日曜日になったらね落ち込んでくるんですよ。明日からまた絞られるのか。だから絞られる、ああ今でもね日曜日の6時半からサザエさんやってるでしょ、はいはい、サザエさんの曲が流れると今でもね落ち込みますよ。あそっか、もうおっさかなくはあれを聞くと今でもダメ。へえ、だからそういう、うん、そんな辛いんですねやっぱ。いや辛いというかね、自分との戦いで乗り越えれないんですね。技量をうまくしなきゃいけない。で技量が伸びないと税金使ってやってるからこいつはダメだってクビになっちゃうんです。だから毎日毎日ね進歩を示していかなきゃいけない。大変ですよこれ、うん、僕ちょっと気になってることあるんですけど、さっきミサイルの話してたと思うんですけど、ロックオンされるとかするとかあるじゃないですか、うんうん、それってロックオンされると絶対に当たるんですか、うん、今のミサイルだとロックオンして撃つと必ず当たるだけ。あ必ず当たる、絶対死ぬんですか。ああいや飛行機は落ちるけど死ぬとは限らない。訓練でね間違ってそのもう何十年前20年前ぐらいに味方撃っちゃったっていうのがあったんですね、小松沖でね。その時 F-15 は落ちましたですけど、パイロットは脱出してパラシュートで脱出。うわすごい、ロックオンピッパチッつったらもう絶対ジューッと、もう見事ですよこれ撃つとターゲットでピャーッて。戦闘機でもですか、に相手で。ああ戦闘機も逃げてもダメ。だからロックオンされるということ。もう終わりですか。怖い、もう、ちょっとだってホワイトボード1回も使ってないんだよ。確かに、もっと聞きたかった。もう一個ちょっともっと聞きたかった、すいません。じゃあ最後にですね、先輩が自衛隊を通して学んだことを教えていただきたいんですけども、はい、私はこれに書きました。人は人に生かされ、人は人のために生きる。うわーすごい。つまりですね、人を救うというのは楽しいんですね。で国を守るというのはねすごい幸せなんですよ。もう生きがいみたいなね。そのためにはね、鬼滅の刃の炭治郎と一緒でね、強くならなきゃ。8回ぐらい出てくるんですよ炭治郎。今日もう8回目に煉獄さんの技を持たなきゃ。そうですね、うん、だからそこは分かりやすいですね。人は人のためにね生きる。僕も人に生かされたけれども、人は人のために、人は守らなきゃいけない、国は守らなきゃいけない、それはね幸せですよということを学びました。いやそうだよ、うちらはこうやって平和に生きてるのもね、うん、先生のおかげなんだからね。ありがとうございます。だから現役で今頑張ってる人たちに心から感謝をしたい。いやそうですよね、はい、そういうことで先輩本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、もうそろそろの終わりの時間ですよ。みんなどうだった今日。いやもう本当すごいと思いました。もう父の日母の日に続き自衛隊の日を作るべきです。これはそんなに自衛隊の日にお祝いしてあげないとね、こっちがね、命がけでね、本当感謝してるんだから。だね、そうですね、また来てほしいよね。また来ていただきたいですね。またでも来ても鬼滅の話するんじゃない。絶対炭治郎と煉獄様出てくるでしょう、ね。でも本当に鬼滅でめちゃくちゃ分かりました。分かりやすかったです。じゃあルネちゃん最後によろしくお願いします。はい、はい、よかったら皆さんもオレガンでカセット会に入会してみませんか。入会方法は超簡単、チャンネル登録ボタンをポチッと押すだけ。これからもオレガン坂をよろしくお願いします。お願いします。それではオレガン坂生徒会、次回は明日土曜日14時30分からです。皆さんさあ